はい、ハルです。今回はですね、久しぶりに模写シリーズですね、やっていこうと思います。このノートはね、結構ジブリシリーズでまとめてるので、まあ、今回もね、私の大好きなワンシーンをね、ただただ書いて私が満足するというだけの動画となっております。今までね、結構書いてきたので、もう第何弾目なんだろう、結構やってますよね。ということで、今回は千と千尋より、私もね、すごい美しいなって毎回見るたびに感じるあのシーンですね。まあ、今回は結構大胆な構図なので、太めの筆で、最初にがっつり塗っていっております。真ん中をね、白く開けてるのは、節約ですね。後ほどね、白の絵の具をたっぷり使うので、塗り切るんじゃなくてあえて開けるっていうようにしております。もうジブリ作品はね、もう毎回言ってると思うんですけれども、もうどこで一時停止しても模写したくなるようなね、こう構図とか色使いとか素密とかね、すごい美しいので、結構勉強にもなりますよね。あ、こういう場合ってこういう構図で描いたら絵って大胆に見えるんだなとか、この色の横にはこういう色を置いた方がよりね、はっきりして主人公が際立つんだなとか、もう本当に勉強になるシーンばっかりで、特にね、このシーン、もう結構終盤のシーンなんですけど、もう見るたんびにね、もうなんだろうな、ため息が出るような、書いててもうすごい楽しいし、結構ね、大胆な構図ってあんまり最近書いてなかったので、もうすごい伸び伸びと書けるような感じでした。しかもね、最近の動画はね、絵の上達法っていうよりも、ただね、単純に私が好きな絵をね、自己満で書いてね、楽しんでるだけっていう動画が多くてね、本当に申し訳ないんですけれども、今回もね、そういう動画でしたね。はい、ということで、もうすぐ完成です。ここまでありがとうございました。よかったらね、他にも絵の上達法とか、あと画材のね、紹介とかも数百本動画上げてるので、見てってください。じゃあそんな感じで終わります。バイバイ。